皆さんご機嫌いかがですか？オーストラリアシドニーで発行、シドニーでのライフスタイルのみを追求したオールカラーの無料日本語雑誌月刊ジャパラリアです。今回の投稿はシドニーのレストラン取材動画シリーズで、前回は回転寿司の寿司トレインサリーヒルズ店でしたが、今回はこのシリーズ登場2度目となるシティの高級日本食レストランアズマです。ジャパラリアの毎月のレギュラーコンテンツの一つに、アズマのオーナーシェフ、アズマ君高さんに監修してもらっているおうちご飯のすすめというグルメコラムがあり、タイトルが示す通り、普段のおうちご飯で作ってみたくなるような料理の数々を毎月一品ずつ紹介しています。今回はそのおうちご飯のすすめ取材時の動画をお送りします。ちなみに前回のアズマの取材動画はどんな感じだったか知りたい方は、この投稿の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。シドニーレストラン取材アズマ。というわけでやってまいりました。アズマが入っているシティの高級グルメ&ショッピングコンプレックスチフリー、前回の動画で紹介した時とは反対側の入り口です。高層ビルで上の方の階は様々な企業のオフィスになっています。エレベーターまたはエスカレーターでレベル1まで上がったフロアにあるアズマ。入り口は段差がありますが、車椅子でもアクセスできるスロープもあります。通常のテーブル席のほか、落ち着いた個室が2部屋あり、おうちご飯のすすめは毎回個室の一つで撮影させてもらっています。個室に案内されると同時に、取材班2人のために赤白別のワイングラスとスパークリングウォーターのグラスが出されます。ワインも赤白3本ボトルで出していただいて、至れり尽くせり。はい、こちらアズマレストランのオーナーシェフのアズマさんです。いつもお世話になっております。こんにちは。いつもね、盛り付けも素晴らしく、見た目が綺麗なお料理を用意していただいてるんですけども、何かこう家庭でお料理作る際の盛り付けのコツみたいなものっていうのはありますか？まあ盛り付けはね、完成です。完成。そうですね。だからまあ本人が美しいと思えば美しいんですよね。あ、なるほど。と思います。はい、アズマさんご自身は家ではお料理はなさるんですか？いやもう最近ですね、すると言ってもその、まあね、インスタントラーメン食べインスタントラーメンすぐできる、卵焼きとか卵焼き味噌汁も作ります。本当ですね。今日もありがとうございました。どうも。はい、でこちらはいつもおうちご飯のすすめを撮影していただいているドゥイットさんです。ドゥイットさん、今日も撮影お疲れ様でした。お疲れ様です。では、まずは乾杯ってことで。はい、乾杯。はい、どうも。そして早速なんですけれども、最初のお料理、実は他にもたくさんあるんですけれども、金目鯛のラーメンっていうのを出していただいて、これをちょっとね、せっかくだから麺が伸びる前にまずは一口。はい、いただきます。はい、どうぞ。いかがでしょう？さっぱりしてて、お魚の出汁が効いてるんですかね。柚子でしたっけ？これはすだちっておっしゃってましたね。すだちだから、あ、さっぱりと。そう、あ、堪能してください。今回東さんが用意してくださった料理は7品、いずれもまだジャパラリアでの紙面掲載前ですが、 YouTube をご覧の皆さんには先にご紹介しますね。まず1品目は、麺が伸びる前にと一番最初にいただいた金目鯛のラーメン。カラッと揚げた金目鯛の何とも言えない極上の出汁がスープに染み出たラーメンは、すだちも入ってさっぱりいただけます。錦糸卵のトッピングもラーメンには珍しく、さすが一流日本食店の繊細さを感じさせるラーメンです。はい、そして2品目は、これ確か左から、若鶏のニンニク味噌漬け焼き、そして真ん中はだし巻き卵ですね、きっと。で、枝豆ということで、まあ枝豆はさすがに味見していただかなくてもいいと思うんですけれども、じゃあどちらか、若鶏か、じゃあ卵か。若鶏からいきます。はい、頑張っていっちゃおうかな。うん、おいしい。おいしい。
柔らかいし、ほんのり味噌とニンニクの味が。ちゃんと効いてます？効いてます。あ、本当に。美味しい。よかったら次、卵焼きをちょっと。はい。卵焼き大好きなんですよ。美味しいですよね。本物の味です。一流店の卵焼きっていう、まあ、これはだし巻きですよね、どっちかっていうとね。はい、わー、なるほど。お酒のおつまみにぴったりの、左からニンニクと味噌につけて焼き薄くスライスした若鶏、真ん中は動画ではだし巻きと間違えていましたが本格的な厚焼き卵、そして枝豆。若鶏はニンニク味噌の風味が効いていながら同時にあっさりしていて、いくらでも食べられる美味しさ。はい、続いて3皿目は、ホタテとサーモンとイクラ。これきっとあの白いのがホタテで、下のピンクの部分がサーモンって感じですね。で、甘辛酢醤油の味付けだとおっしゃってました。では、はい、じゃあ早速お願いします。うん、海の香りが、海の香りがわーんと、美味しいです。刺身用の新鮮なホタテとサーモンを叩いたものを型で抜いて、甘辛酢醤油を器に敷いた上にのせ、イクラをトッピングしたホタテ、サーモン、イクラのタルタル。上から順にイクラのオレンジ、ホタテの白、サーモンのピンクの3層になっていて、見た目もカラフルで素敵ですね。はい、続いてはマグロの生姜焼きですね。実食お願いします。はい、生姜が効いてて結構ピリ辛なんですね。はい、これはお酒のつまみになりそうです。一口大に切ったマグロを焼いてタレを絡めたマグロの生姜焼き。甘辛い味付けが絶妙で、お酒のおつまみにもなるし、ご飯も進む一品。マグロと一緒に焼かれたネギもタレが絡んで、どことなく焼き鳥で食べるネギのタレ焼きのようなお味。はい、そして次の一品はバンバンジーですね。お願いします。いただきます。はい。鶏が柔らかい。柔らかいですか？ごまだれがすごく効いてて美味しい。なるほど。日本人にもおなじみのバンバンジー。タレも絶妙な美味しさだし、鶏もも肉が本当に柔らかくジューシーで、野菜もたっぷり。一口大に切った厚揚げが入っているのがポイント。はい、そして次はブリカマの塩麹漬け焼きっていうことですね。実食お願いします。はい、いただきます。はい、いかが？身がほろほろ、ほろほろ、柔らかい、美味しい。やっぱり塩麹に漬けてあったからかな。そうですね。あ、なるほど。塩麹に漬けて焼いたブリカマ、塩麹の効果もあって身がホロホロで柔らかく、やはりどこまでもお酒が進む一皿です。はい、そして最後の一品ですけれども、これは何かトマトの釜焼きみたいなものですね。いかがでしょう？中から、中からご飯が出てきました。ご飯が入ってるんですね。ご飯の美味しい。ご飯とトマトとチーズがマッチしてて、なるほど。和食なのに洋食っぽい、合う。でも、なるほど、ありがとうございます。くり抜いたトマトの中身をご飯と混ぜて味付けしたものをトマトカップに詰め、チーズをかけてオーブンで焼いた、イタリアンっぽい雰囲気も漂うトマトご飯の釜焼き。おもてなし料理の食事の締めのご飯ものにも喜ばれそう。はい、ということで実食も無事終わりましたけれども、今日7品も出していただいたんですけれども、
今日の料理の中でドゥイトさんのツボは私のツボは今日はブリカマの塩麹塩麹漬け焼き焼きがもう食べたことないようなホロホロで美味しかったです。そうなんですね、わかりました。じゃあ今日も、撮影本当にお疲れ様でした。あずまレストランの正確な所在地や電話番号などの詳細はこの投稿の概要欄に記載しています。今回の動画で紹介した料理はいずれもおうちご飯のすすめのページ用に用意していただいたもので、あずまレストランで実際に出されているメニューにはありませんが、シドニーであずまレストランに食事に行きたいと思われる方はぜひそちらをご参照ください。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ次回もまたぜひご覧ください。